こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では全身ユニクロコーデ11月編ということで、皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。まあ、最近はですね、だいぶ気温が下がってきて、かなりですね、秋服が楽しめる時期になってきたかなと思ってます。まあ、僕自身もですね、10月はなんだかんだで暖かかったので、半袖の T シャツの上にカーディガンだとか、半袖のシャツの上にですね、長袖のシャツだとか、そういった結構ですね、秋の中でもライトな着こなしをしていたわけなんですが、さすがにですね、11月になると気温も下がってくるので、ちょっと長めのアウターだとか秋らしいものを楽しむようにしているので、このような気候に合ったユニクロのコーディネートをですね、皆さんに3つほどご紹介をしてみたいなというふうに思ってます。まあ、今ではですね、ユニクロというと価格帯がリーズナブルで、なおかつですね、トレンド感もあるようなプラス J だとかユニクロ U だとか、あとは JW アンダーソン、様々なコラボレーションやっているわけですね。ただ以前のユニクロのイメージというと、今とはまたちょっと違って、全身ユニクロでコーデというとちょっとチャレンジングな部分もあったんですね。ちょうど僕が独立をした12年ぐらい前まではそういったイメージも強かったんですが、今ではですね、十分すぎるぐらい全身ユニクロでコーディネートができるので、まあ、すごくいい時代になったなというふうに思っています。まあ、お金をかけた方がもちろんファッションのバリエーションは広げられるんですが、お金をそこまでかけなくても十分におしゃれが楽しめるということをですね、今回の動画で少しでもお伝えできればなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思ってます。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に全身ユニクロコーデを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、こちらユニクロ U のフーデッドコートですね。こちらをメインに添えた着こなしなんですが、これがですね、おそらく今年の春夏に購入したものなんですが、春に買ったものって意外とですね、秋にもそのまま使えることが少なくないので、こちらのコート今年の秋にもですね、ガンガン着倒しているわけなんですが、まあ丈の長さがちょうどいいんですよね。決してですね、長すぎず短すぎずというところで、バランスが良いので、個人的には気に入ってます。あとはこのフードですね。このフードがあることで適度にカジュアル感も漂うので、このバランスがですね、個人的にはすごく気に入ってます。まあ、今年の秋冬ですね、様々なお店を見てみると、結構ですね、ミリタリーライクなコートがですね、増えている気がするんですね。まあ、そういったトレンドというところを加味してもですね、こういったアイテムというのは使いやすいかなと思うので、残念ながらですね、現行では売っていないんですが、似たようなものをリンク載せておきますので、よかったらそちらで対応していただければなというふうに思ってます。そしてその内側にはですね、これもまた先シーズンのプラス J のですね、スタンドカラーシャツですね。これがですね、なんだかんだでめちゃくちゃ使いやすいんですよね。2枚買っておいてよかったなと思うアイテムなんですが、これからですね、またプラス J の新しい新作がですね、リリースされますけども、そのシーズンだけではなくて、結構ですね、その先にも活用できるものが多かったりするので、決して派手さはないんですが、買っておくとすごく便利かなと思ってます。まあ、秋冬の着こなしは特にシンプルになりすぎてしまうので、その中でですね、こういったストライプ柄を使うことで、適度にアクセントを作ることができるので、これまた使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。そしてボトムスに関してはですね、これまたユニクロ U の春夏のものなんですけども、ちょっとこうワイドパンツっぽい感じなんですけども、膝から下にかけてはですね、テーパードが効いているような、ワイドフィットテーパードパンツですね。これまたですね、通常のユニクロのラインにはないので、個人的にはもう大好物ですね。まあこういった形で今回はですね、ユニクロ U とプラス J をミックスしながらコーディネートを作ってみました。まあサイズ感に関してはややゆったりめというところを意識してるんですけども、トレンド感を楽しみたいなという時にはこういった着こなしもいいんじゃないのかなと思うので、なかなかですね、現時点では同じようなものが売ってなくてですね、大変恐縮なんですが、もしかしたらメルカリとかでプラス J だとかユニクロ U の過去のアイテムは売ってるかもしれないので、そういったところでチェックしてもらうか、匂いのものをですね、僕の方でもリンク貼っておきますので、そういったものでこういったですね、大人っぽいですね、ミリタリーコーデというところを皆さんにも楽しんでいただければなというふうに思ってます。まあ、ちなみに足元が見えてなくて恐縮なんですが、このような着こなしにはですね、ニューバランスのスニーカーですね、これは992ですかね、を合わせています。
まあ、グレーのちょっとこうボリューム感のあるやぼったいスタイルのスニーカーなんですが、こういったですねフーデッドパーカーなんかには相性がいいので、このような形で楽しむようにしています。ぜひ皆さんもですね、着こなし自体は簡単なので、普段の着こなしの中でトライをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて2つ目のですねコーディネートなんですが、今回の主役はこちらですね。ユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションのですねフリースジャケットですね。これがですね今季めちゃくちゃ気に入ってまして、すごく着てるアイテムの一つなんですけども、まああったかいですし、アウターっぽくですねジップ式で使えるので、気軽にニットだとかシャツの上に着るだけでですね様になるので、これは持っておいて損がないアイテムかなと思ってます。ちょっとレアなアイテムになりつつあるのかなと思うんですが、まだ店頭で探せばですね見つかるかなと思うので、ぜひ皆さんにもこれはですねチェックしていただきたいなと思ってます。こういったフリース系のアイテムって様々なブランドがやってますが、まあデザインがすごく凝っていて、1枚でアウター的に着て様になるものといったら、これは間違いのない選択かなと思うので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなと思ってます。そしてその内側にはですね、まあ、先ほどのようなバンドカラーシャツも合うんですが、今回はですねちょっと綺麗めに見えるような丸首のニットを合わせています。これはですねユニクロ定番になっていますミラノリブのリットで、チューニックあってすごく使いやすいんですね。ただ残念ながらですね今年はこのようなホワイト系がなくてですね、僕は昨年購入したものを着ていますが、まあ、他にもですねユニクロのチューニック厚のニットはですねホワイト系のバリエーションがありますので、まあ、そちらで代用してもらってもいいかなと思います。もしくはライトグレーだとかオフホワイトだとか、まあ、そういった色とかでも全然いいかなと思うので、全身ブラックコーデもいいんですが、ちょっと差し色的に明るい色を入れてあげるのもいいんじゃないのかなというふうに思ってます。そしてボトムスに関してはですね、結構スポーティーに今回はまとめたかったので、ジョガーパンツですね。これも先日ご紹介させていただいたものなんですが、ちょっと2分でですね、裾がこう細くなっているような形ですね。このボトムスを合わせています。これだったらですね、結構アウトドアだとか、まあ、休日にお子さんと遊ぶ時なんかには、めちゃくちゃ重宝するような着こなしになってるかなと思います。まあ汚れてもですね、個人的にもそこまで気にならないので、このようなスタイルで休日はですね、存分に遊び倒しています。ぜひ皆さんもですね、こういったフリースを中心とした着こなし、まあカジュアルに見えがちなので、なるべく色数を絞ってもらうとバランスがいいかなと思ってます。今回使っているのはほとんどブラックとホワイトだけの2色のモノトーンコーデなんですね。まあちなみに足元はエアマックス97のブラックメインになっていて、ソールだけホワイトもですね、こういったものでスポーティーなんだけどもカジュアルすぎない配色というところを意識しています。コーディネート自体はすごく簡単なので、ぜひ皆さんもですね、おそらく現行で揃うものが多いかなと思うので、トライをしていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト3点目のコーディネートなんですが、これはですね、僕の動画の中ではですね、かなり使いまくってるんですが、今季のユニクロ U のステンカラーコートですね。これはですね、セール価格になってるので、本当にですね、買っておいて間違いがないアイテムかなと思ってます。まあ、通常のユニクロのですね、ステンカラーコートも悪くはないんですが、やはり素材の質感だとか、あとは色味ですね。まあ、ベージュ系なんですけども、ちょっとグレーの混ざったような、すごくですね、クロート好みのステンカラーコートに仕上がってまして、これは間違いなく買いかなと思います。まあ、これをメインとしながらですね、コーディネートを組んでみたわけなんですが、まあ、あえて今回はですね、ちょっと曖昧な色同士を並べているんですね。まあ、このステンカラーコートの内側にはですね、レギュラーカラーのシャツですね。これも今季のユニクロ U のもので、色はですね、少しパープルっぽく見えるんですが、表記はピンクになってまして、これがですね、なかなか雰囲気が良かったので、差し色的に使っているんですね。ベージュとピンクという色はですね、まあ、ちょっと明るめではあるんですが、意外とですね、相性が良かったりするので、上半身は少しですね、くすんだ感じはするんですが、明るい形で揃えるようにしています。そしてボトムスに関してはですね、これはスマートアンクルパンツの色はですね、オリーブですね。これまたすごくいい色で、個人的にもすごく満足しているものなんですが、まあこういった曖昧な色だけで全身を揃えるというのも、ちょっと旬な着こなしになるかなと思うので、ぜひですね、まあ初級者向けではないかなと思うんですが、中級者以降の方にはトライをしていただきたいなというふうに思ってます。まあオリーブのパンツということで少しミリタリーっぽい感じがするんですが、シルエットが綺麗なので決してやぼったく見えないので、まあこのようにですね、全身曖昧な色で揃えたとしても、そこまで重たい感じにはならないかなというふうに思ってます。もちろんですね、ブラックだとかホワイトのような
パキッとした色を入れてあげた方がコーディネートは整いやすいんですが、たまにはですね、こういった曖昧な色だけでコーディネートを楽しんでみるのも個人的にもいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、ちなみに足元はですね、ブラックのレザースニーカーとかでもいいんですが、今回はちょっと明るさを出したかったので、ホワイトレザースニーカーを合わせています。まあ、こんな形でですね、コートの着こなしというのも、シャツと合わせてみることで、今っぽくですね、大人っぽく着こなしてもらうのもいいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では全身ユニクロコーデ11月編ということで皆さんにお届けさせていただきました。僕がですね、このように YouTube でですね、動画をお届けするようになって、今2年半ぐらい経つんですが、そうなるとですね、ユニクロのアイテムもいろんなアーカイブが残ってるんですね。まあもちろんですね、日々こうクローゼットの中を循環させていくわけなので、まあ残ってないものも多かったりはするんですが、やっぱりですね、時を経てもまだまだ使えるなとか、いいなというものがあったりするんですね。まあそういったものをうまく混ぜ込みながら、今回は皆さんにですね、秋のコーディネートをお伝えさせていただきました。まあ特にユニクロ U ですとか、プラス J のようなデザイナーとのコラボレーションラインっていうのは、その時にしかないようなものが豊富だったりするので、結構ですね、今年だけではなくて、来年以降も使えるかなと思うんですね。今月もですね、プラス J が発売するわけで、まあ、今回がラストコレクションになるので、まあ、そういったものもですね、僕は長い視点でちょっと購入をしながらですね、今年だけではなくて、来年以降も使っていきたいなというふうに思ってます。ぜひ皆さんもですね、通常のユニクロのラインだけではなくて、コラボレーションラインも含めながらですね、着こなしの幅を楽しんでいただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。